こんにちは、セナスケです。今回はですね、こちらのプラモデルを作っていきたいと思います。レトロ自販機ハンバーガーですね。はい、今回はこのプラモデルを作ってみます。完成させます。で、私ね、リアルでハンバーガーの自販機って出会ったことない、見たことない。美味しいのかな。でも美味しそうなんだよね。自販機のハンバーガー食べてみたい。でね、ここにね、値段ね書いてるんですけど、280円って書いてるんですよ。ハンバーガー1個280円ってそれなりだし、結構美味しいんじゃないって思ってます。私、食料品が売ってる自販機では多分焼き鳥の缶詰かなんか売ってるのだったら1回だけ見かけたことがあるはず。あれ、乾パンだったかな、あれなんだった、焼き鳥だったかな、焼き鳥だった気がする。はい、でも自販機で食べ物を買ったことはないですね。憧れではあります。さて、それでは作ってみましょう。じゃあね、まず気になる中身ですよね。中身見てみましょう。じゃじゃん、裏側にね説明が載ってます。この説明見た感じね、組み立てはすっごくねシンプルですね。そしてね、こちらのキットは自販機が1台とハンバーガーのね箱が2個ついてるみたいですね。かわいいんだよ。うん、それでは箱を開けて中身を見てみたいと思います。ドキドキ、どんな感じになってるんでしょうかね。中身はね、ズズズズっと出しましょう。ズズズズズズっと、はい。お、シールが豪華だな。いいじゃない。あれ、結構やっぱパーツ数少ないですね。はい、中身を見てみたところ、だいたい20パーツっていうところですね。で、このキットはね、接着剤はいらないので、とても組みやすそうだなと思ってワクワクしております。じゃあね、組み立てていきましょう。正直、届くまでは自販機のプラモデルってどうなんだろうって思ってたんですけど、でも実際に届いて見てみると、とても出来のいい、すごくいいキットだったので、本当になんかやる前から物事を決めつけるのって良くないなって今回のことで本当に思ったし、しかもなんかもう自分の人生においてなんかすごいいろいろと考えさせられるなって思った部分もすごい大きかったなと思うし、っていうかね、本当に人生観っていうのは本当に、はい、これが全部のパーツです。やっぱ少ない、作りやすそうです。はい、では切り出していきます。ニッパーくんも用意したし、切ってくよ。この大きなパーツをまずね、切り出すんですね。これを切り出して、でもこれさ、プラの色とかもすごくあれじゃないですか、リアルに再現されてるような気がします。調べたんですよ、ネットで昔の自販機の写真っていうのを調べて見てみたんですけど、こういう色してるね、本当に。でもやっぱり時間が経ってるからちょっと古びた感じにはなってるけど、でもね、本当にちょっとこのカメラでちょっと色分かりにくいねでもね、実際こういう色してるんじゃないかなと思いますね。で、このプラを切り出したら先にシールを貼るって書いてるんだけど、シールの説明がどこに書いてるか分かんないから、ちょっと待ってくださいね。ちょっとシールなんとか貼らなきゃ。ではね、シールをペタペタと貼っていきましょう。その他の細かなパーツもいろいろ切り出しときました。こちらシール、かわいい猫ちゃん、あったかハンバーガーですね。貼りました。シール貼り終わりました。いかがでしょうか。いいですね。で、その他の細かなパーツもつけていきます。パチッと、おお、すごい、急にいい感じになったぞ。見てください、だいぶできてきましたよ。めっちゃかわいい。こういうミニチュアっぽいものって私昔から好きだったんですよ。子供の時ね、ちっちゃなねおもちゃシリーズ集めてました。ちっちゃい食品サンプルみたいなのたくさん持ってましたね、私。かわいいの。今ね、取り出し口作ってるんですけど、あとね、この取り出し口つけて、周りの壁天井をつけて終わり、完成。早っ。え、もう終わり、すごい、あっという間にできる。え、嬉しいぞ。完成がこんな、ちょっと待って、取り出し口が案外つけにくいぞ。よし、こうしてここにね、これつけるんですね。
こうなって、こうなって、よし、いけた。すごい、取り出し口もちゃんとこう、こうやって上がって下がってしてくれる。いいですね。めっちゃええやん。あと周り、この横の壁、天井って作って、終わり。だよ。早っ。よし、じゃあ、完成させましょう。じゃじゃーん。シールいろいろ貼って、完成しました。いかがでしょうか？めっちゃクオリティ高くない？かわいいし、いいね。やっぱレトロ感しっかり出てるし、最高じゃないですか。普通にハンバーガー食べたくなってきました、作ってて。自販機のハンバーガー食べたい。この辺で自販機のハンバーガーないかな？探したら結構出てくるもんなのかな？どうなのかな？いやーね、組み立てもすごくシンプルで作りやすかったし、シール貼ったことでね、すごくね、いい見栄えになったし、楽しかった。もう作ってて、とにかく楽しいキットでした。最高だね。見てください。めっちゃ見えにくいと思うけど、ちっちゃなハンバーガーの箱も一緒に出来上がります。これも可愛いです。めっちゃ可愛い。はぁ、完成して嬉しくなったらお腹空いてきた。だからちょっと、ハンバーガー、食べようかな。買いに行こうかな。確か280円だったよね。オッケーオッケー。ちょうどだ。はい、来ました。ハンバーガーの自販機ですよ。あー、お腹が空きました。ハンバーガー食べたい。早く食べたい。このお金で買いましょう。280円ですよね。はい、お金をジャリジャリと入れていきます。入れます。そしてボタンを押します。ハンバーガー。お、出てきたかな？ハンバーガー出てきた。お、あるある。これを取り出します。取り出して、あー、美味しそう。いい香りがします。さあ、食べよう。いやー、ハンバーガーってすっごく美味しい食べ物ですね。最高だね。もう超美味しい。最高。はい、ということで今回はレトロ自販機ハンバーガーを作ってみました。とても組み立てやすいし、クオリティの高い素晴らしいキットでした。めちゃくちゃ楽しかったです。そして完成した後に遊べるのも大きな魅力ですよね。いやー、楽しかった。ぜひね、皆さんもこのキット購入して遊んでみてはいかがでしょうか。すごい楽しいと思いますよ。ということで、今回はこの辺で終わりにさせていただきます。今回はこの辺で。じゃあねー。またねー。